よし、はい、お店開けましょう。はい、どうぞ。はい、いらっしゃいますね。どうぞどうぞ。はい、はい、どうぞお入りください。あ、金子さん、今日一番客、ありがとう。カメラ持ってきてお店の中撮ってもいいよ。ありがとうね、現地でね。さあ、東京23日をぐだぐだ喋るですね。毎週23、今日は普通通常のね、毎週の23です。大会期間中はね、毎日23ということでね、毎日ちょっとずつ皆さんとねおしゃべりさせていただきまして、ありがとうございました。今日はいつもの通りね、西葛西の某所にあるらしいと噂されております、こちらのお店の方で、またラジオの方をねやりたいと思う。あれ、はい、はい、これが川内さん、ゆうたさん、いらっしゃいませ。あ、直千葉さん、いらっしゃいませ。どうぞどうぞ中に入ってってください。はい、飲み物いろいろね、冷蔵庫から勝手に開けて飲んでてくださいね。はい、はい、香川さん、いらっしゃいませ。今日初めてアイコン見る方もねいますね。どうぞいらっしゃいませ。はい、 IS さんもいらっしゃいませ。あ、やっぱそうだよね。返して、どうもお疲れ様です。今日はまあいろいろと、後でもし何かあったらコメントください。はい、グデッタマさんもいらっしゃいませ。どうぞ。今日はあれだね、いつものお店のね、この常連さんとかね、アシスタントさんが全然来てないですね。まだ帰ってきてないのかな。あ、グデッタマさんいらっしゃいませ。あ、来た来た来た、植草さんどうも。はい、うん、はい、どうぞお入りください。いや、なんか変な感じだな。今日水曜日なんだよね。なんかさ、先週末ずっとなんか会場にいて、なんかね、あの中継やったりラジオやったりして、完全に週のペースがずれちゃいましたね。さあ皆さんね、ほんと今週、先週末はね、まさに、まあ今日まででしたけどね、こう全社ウィークと言いますかね、まあ、あの忙しい日々を過ごしてたんじゃないですかね。はい、あ、よいしょ。あ、グデタマさん、コメントありがとう、来ました、ということで、ね、ありがとうございます。本当なら今日は滋賀にいるはずでしたさんね、ということでね、本当だよね。あ、みんなどんどん来たね。勝地さんいらっしゃいませ。あ、スモアさんもいらっしゃいませ。現地では大変お世話になりました。安藤さんもどうもいらっしゃい。安藤さん、現地でね、初めてお会いできてよかったです。ありがとうございました。なんかいろいろコメントいただいてありがたいな。直千さん、本当に遠くまで行っての配信お疲れ様でした。ありがとうございます。ご覧いただいてね、どんな感想をお持ちになったか後でぜひ聞かせてください、ね。どうしたの、植草さん、全然来ないじゃん。あ、ひょっとしたらまだ移動中かもな。とすると何、今日俺一人でずっと喋んなきゃいけないの。さあ、間もなく10時になりますが、あ、いなくなっちゃったね。皆さん、あ、いらっしゃい、いらっしゃい、いらっしゃい。あ、勝地さん、こんばんは。全社大会お疲れ様でした。ありがとう。はい。おう、植草さん、どうも。あ、こんばんは、どうも。どうも、どうも。あれ、まだ外？いやいやいや、うちですよ。おうち？あ、もう普通にお話しして大丈夫なの？あ、大丈夫です、大丈夫です。あ、ありがとうございました。あの、先週はどうもお疲れ様でした。いや、とんでもないですね。大変でしたけど。遠くから見てる方々も逆にこう、ヒヤヒヤして、あれじゃないですけど、もっと俺らよりも3倍ぐらい疲れたんじゃないの？ね、なんかね、あ、ちゃんと映ってました、そもそも。いや、映ってましたよ。あ、本当よかったよかった、うん、まあね、現地の雰囲気がうまく伝わるといいんだけどね。はい、あ、いろんな方どんどん入ってきていらっしゃいね。はい、コロコロさんいらっしゃい、あるブログさんいらっしゃい、それからアルムスさんいらっしゃいかね、カンさんさっき言ったね。はい、ぜひね、皆さん、どんどんコメントしてね、こう喋っていっていただければと思います。初見さん大歓迎ですね。サッカーネタでもいいし、江戸川区ネタでもいいし、東京23ネタでもいいですしね、どんどん喋りましょう。はい、それでは、
ウェクサさん大丈夫？あ、大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます。なんかね、今日まだマリさん来てないんだよね。まだ滋賀なのかね、ひょっとして。いやいやいや、あれなんかもう仕事をやってるんじゃないですか、うん、あ、もうじゃあ戻ってきてなんかこっち戻ってきてるんじゃないですかね、うん、ね、うん、あのいつも聞いてはいるけどね、喋れないって時あったけど珍しいです ね多分ものすごい仕事溜まってたんでしょうね。あ、そうですよね。はい、そうじゃないですか。はい、ありがとうございます。じゃあ、10時になりましたんでね、とりあえず、番組の方はスタートしたいと思います。はい、毎週水曜日夜10時開店 X スペースからね、皆さんにお届けしております、東京23 FC と実況隊のコラボ番組クラブとファンの夜のたまり場、私が毎週と言いましたので、皆さん23とお付き合いください。よろしいでしょうか。はい、参りましょう。毎週23パチパチ、あ、パチパチパチって音聞こえる？聞こえましたよ。え、本当俺の方が聞こえない？あ、また今聞こえた。なんでしょう、俺の方音出てないんだな。まあいいや、じゃあとりあえず、みんな聞こえてるということで、はい、いらっしゃいませ。どうぞどうぞどうぞ。あ、どうもみんなありがとうね。勝地さん、こんばんは。全社大会お疲れ様でした、ありがとう。それからね、どこだろうな、あ、みんな23って言ってくれて、安藤さんも23ありがとう、はい、IS さんも23ありがとうということでね、はい、今日はね、今日で204回目の配信となりました。はい、向こうで毎日配信してたんでね、コツコツね、回数は数、なんで貯金してたんですけども、10月の23日ということで、今日のタイトルはこちらです。じゃーん、全社敗退、 JFL の挑戦は道半ば、でも僕らはもっと強くなれるはずという感じでね、今日もそんな感じでね、皆さん全社の話をね、ぜひ現地でお会いした方、現地でおしゃべりになった方も、あとは逆にね、視聴動画でね、試合の様子を見てた方もね、いろいろコメントいただければと思います。さあ、それでは、今日の、ね、出演者スピーカーをご紹介させてください。まず私、店長、そして、メイン MC を担当しております東京23勝手に実況隊の、実況 MC ブラジル36です。こんばんは、よろしくお願いします。はい、いらっしゃいませ。あ、みんなどんどん来てくれ。あ、99チベタンさんもいらっしゃい、あ、モモカイトさんいらっしゃいませ。はい、それでは、今日アシスタント MC さんちょっとまだいらしてないんでね、後で来てからまたご紹介しましょうかね。いつもの常連さんがお店に来てくれました。自己紹介よろしくどうぞ。はい、いつもの常連のおばんです、エクサです、よろしくお願いいたします。いらっしゃいませ。おばんです、久しぶりだね。そうそう、久々に行ってみようか、ね、忘れてたね、ええ、はい、ありがとうございます。そしてお店のオーナーのね、東京23勝手に実況隊のゾパルグレさんが、まあ、どっかから見てることでしょう。なかったら、連絡ください。よろしくお願いします。さあ、そんな感じでね、今日ちょっとマリさんいらっしゃってないんですけどね、コメントについてのご案内はブラジルが皆さんにお届けします。番組ではリスナーさんのコメントをお待ちしてます。毎週23は皆さんのコメントで作る番組です。面白いコメントはどんどん拾っていきますんでね、どんどん送ってください。常連さんも初見さんもよそのクラブの、サポーターさんもぜひ気軽にコメント参加してください。番組で取り上げてほしいテーマ、質問がありましたら、コメントまたは X にハッシュタグ、東京23 FC とかね、毎週23をつけてポストしてください。ぜひよろしくお願いいたします。はい、ユキサさん、これ拍手の音って聞こえてる？聞こえてます。そうですか、ええ、じゃあ本当に俺のね iPhone プレなんか拍手の音が してないみたいなんで、なんとなくしてる風で喋っていきましょう。はい、ありがとうございます。さあ、ということでね、今夜の23トピックスなんですけどね、今日実はあんまり決めてなくてですね、基本フリートークでおしゃべりしようかなと思ってるんですけど、なんかマリさんいないからあれだね、ちょっと寂しいね。どうですか、この辺で皆さんこう喋りたい方っていらっしゃいます？一緒に番組作ってくれるスモアさんあたりどうですか？あ、静かだね、はい、うん、あ、安藤さん、そういえば安藤さんってビアティンのサポーターさんなんですけど、会場でお会いしたんですけど、安藤さんあたりどうですか、今日コメント参加しません？よかったらね OK と、もしあれでしたら
なんだっけ、あのマイク付きのねイヤホンをつけていただいて、あの準備ができて喋りたいとかって言うんでしたらコメントください。そしたらすぐつなぎますんでね。はい、ということでね、まあ、あの全社滋賀ということで、実況隊みんなあの滋賀に行ってね、いろいろこう、皆様にね試合をお伝えしたいと思いまして、あの やりましたんですけどね。植草さんどうでしょうかね、遠方から23のこう全社を見ててですね、なんかこう試合以外でなんか感想ってありました？え、感想、試合以外で、うん、いや試合以外、あのまあまあ試合にあの付随するんですけど、あれですね、うん、あの、うん、応援、あのあサポーターさんの声がすごい聞こえて、うん、まあ、うん、あれ当然ね、あの身近、あの間近にいた選手たちなんかは一番、はいはいはい、あの意味入ってるんだと思いますけど、ね、私なんかがね、うん、遠くからあの YouTube で見ててもすごいこう気持ちが伝わったとか、伝わった、聞こえた、聞こえましたよ。まあ、黒駒さんのね、あの声はよう取るわと なんだろうね、あれすごいよね、うん、やっぱね、一、うん、人で20人とか30人ぐらい分の声で、うん、が出てる、うんうん、ね、そんな感じで、うんうんうん、すごい私もこう響きましたね、声が、うん、やっぱ現地でもね響いてましたよ、うんうん、なるほど、彼らの声、うん、サポーターさんの声、まあ、あの結果的に言うとね、23は2試合あの戦うことができまして、うん、最初の方の試合はね10月の19日の土曜日でしたね、初戦でしたけれども、東京 23FC と北海道十勝スカイアースとねやりましたね、能登川でやっております。能登川はね結構あの天然、まあ、俺ら2試合やったんですけど、どっちも天然芝、素晴らしいグラウンドで、なんか能登川はちょっと硬かったなって、選手の方も言ってましたけど、それにしてもやっぱりすごくいいグラウンドでしたね。お振る舞いはね、カレーライスでしたよ。なんかあれで出てましたね、出てた、あ、そう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 、ブラジルさんがアップしたんじゃなかったっけ、うん、あ、俺がアップしたのかな、うん、多分ね、別の方がアップしたのは僕がリツイートしたんだと思うけど、なんか近江牛入りの、ね、カレーでしょ、近江牛とね、近江米、めちゃくちゃ美味しかった。なんか今日皆さんお米も近江だって、なんか今日お店皆さん来てくれてありがとうで、すごいね、こんなに、まあすごい満員御礼ですね、どんどん皆さん飲んでってね、ありがとうね、そうなんですよ、すごい雰囲気良くてね、そうそうそう、あ、そうですか、あの雨の音どうですか、聞こえました、いや聞こえた、雨も、うん、いやすごかったよ本当に、うん、なんかあのね、うん、朝からどうせ降るっていう風に言われてて、うちらも全部雨具用意して行ったんですよ、でね、初めの頃はね、そうでも車着いた頃はねそうでもなかったんですけど、やっぱどんどん雨足強くなってって、うん、まあ、で前半始まる頃にはね、うん、もうほぼあの土砂降りと、土砂まで行けんだけど、そうザーザー降りぐらいね、よくあんな中で本当選手たちサッカーやったなと思うぐらいよかった、あの大変でしたよね、うん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 、そう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 、あ、ちょっとなんかいろんな皆さんちょっとコメントたくさんありがとうね、ちょっと少しずつ読んでいこうかな、どっからいこうか、あ、スモアさんのコメントからいこうかな、弘前の試合も石部さんと見てたのですが、石部さんとこれあの去年までね23のセカンドの監督をやってくれていた石部さんです。弘前も角も負けた時すごく残念がってました、離れても応援してくれてありがたいですね、ということでね、石部さんね、ありがとうございました。植草さん、石部さんとのに細かく連絡取ってたの？いや、たま、うん、離れてから、いや、もうあの去年まではね一緒にやってたあれですけど、うん、今年も移られて、うん、滋賀に戻られてからは全然連絡とはちょっと取れてなくて、うんうんうん、まあ、最後こっち東京離れる時に連絡は、うん、LINE で連絡はいただいて、でその時頑張ってねっていうやり取りはしましたけどね、うん、2試合目のね、うん、前に来てくれてね、あの実況 の、うん、あの最初の頭の振りのところにもいろいろおしゃべり参加してくれてね、そうですね、うん、
ちょっと懐かしかったでしょ。うん、相変わらずベッチだなと思いながら。まあ、あの向こうの、ね、大学で今あの、ご指導してるんですけどね。そうですよね。あの母校でね、うん、あ、母校なんだ。なるほどね。琵琶湖成蹊大ですね。はいはいはい。うんうん、ああ、なるほどね。はい、桃海とパパさんね、ありがとうございました。あの現地でね、ずいぶん本当コメントいただいてね、勇気づけられましてね、ありがとうございました。滋賀からの配信ありがとうございましたということで、こちらこそ見てくれてありがとうね。安藤さんですね、全社配信お疲れ様でした。23の試合を生で見るの初めてでしたし、ブラジルさんマリさんにお会いできて個人的には満足できましたって、ありがとうございます。はい、あのこのラジオ番組でね、安藤さんもずっとね常連さんですからね、ありがとうございます。ごめんなさい。99チベタンさん、本当にお疲れ様でした。なんだか終わってから23の公式が何もリリースしていないでいるのが心配されてましたが、大丈夫でしょうかって。確かにな。なんかエクサさん、なんか聞いてる？え、誰？なんかクラブからね、まだ公式がないんだって、うん、今シーズン の, あのこう振り返りとか。ああ、どうしたんですかね。ちょっとあれだったのが、昇進してるのかな、広報担当の人がどっかあれから旅に出ちゃってるのかな。ちょっとね、私もちょっとかなり、ね、あれですね、へこみましたからね。まあね、本当だよ、俺もあの後まだ喋ってないんだよね。99さん、ありがとうね。ちょっと私も気にしてみるわ。うん、IS さん、 YouTube でも23以外のちゃんと聞こえないくらいでしたよ。応援団は優勝ですねってことでね、あ、やっぱり声がね、ずいぶんね、あの響いてたんだね、23以外のちゃんと聞こえないってことね。うん、安藤さん、ありがとうね、コメントね。初戦を観戦しましたが、23のファンは多かったし、サポーターさんの盛り上がりがあってこその勝利でしたねってことでね、初戦ね、あの北海道のね、十勝戦でしたね。うん、まあ、あのいろいろね、あのいろんな方のねコメント本当ありがとうございます。まあ初戦はちょっとごめんなさい、やっぱり連戦喋ると喉がダメになるね。はあ、ね、そうそうそう、喋りますよ。でも初戦19日、雨の中23と十勝さんでやりまして、確か先生は十勝にやられたんだよね、確かに。そうですね、そうでしたよね。でその後に、服部選手がすごくカットインからいいシュートを決めて、うん、ゴールを決めて、その後確か優雅さん、うん、で最後のその後コーナーから村上さんと、うん、もう一本コーナーから神田さんだっけな、あ、元木、うん、あ、元木さんですよね。そうだよね。うん、そうで、4対1で勝利したって試合だったんですけどね。うん、あのね、初めてカメラがね、あの僕らバックスタンドの真ん中あたりにカメラ置いてたんですよ。はいはいはい。そしたらね、なんかあの大会関係者の人が来て、うん、でここはダメって言われて、あ、じゃあどうぞ。どこに行けばいいんですかって言ったら、うん、メインの方はちゃんとなんていうの、こうひな壇みたいになってて、はいはいはい、なってましたね。で、うん、屋根もあったから、メインですかって聞いたら、いや、メインはあの連盟のカメラがあって、だからオフィシャルが使うからダメってなって、うん、あ、じゃあ僕らはどこでやりましょうって言ったら、アウェー側のそれも一番端っこのコーナーフラッグのあたりが空いてるから、そこでやれって言うのよ、初日。で結構ね、もう久しぶりにね、パラギルさんがブータれてるところを見ましてね、あら、うん、ちゃんとね、お金も払ってるのにこれはねえだろうみたいなこと言ってた。そうですよ、そうですよ。そうで、春野さんも怒っててさ、うん、ちょっとひどいんじゃないですかね、ちゃんとあのオフィシャルにね通して話してんのにとかって言ったんだけど、うんうんうん、まあしょうがないからそこで撮影したんだよ。うん、でも結果から言うと、優雅のすごいスーパーゴールとか、ね、あ、まあ、間近でそう目の前で撮影できたんでね、うん、あのパラギルさんもニッコニコでね、うん、やっぱここでよかったねとか最後の方が言ってたんですけど、ね、現金だな。そう、すげえ現金だからね、皆さんもね、あのその辺ちょっと雨でね、こうあの濡れ、なんていうか、画面がねこう曇ってましたけど、まあ目の前で久しぶりのね優雅のゴールとかね見れてよかったんじゃないかなと思うんですけどね。うん、そうですね。植草さん、初戦はどういうふうにご覧になってました？
初戦は、うん、あ、そうですね、まあ、最初点取られちゃったけど、うん、でも雰囲気的にはな、まあ、時間的にも全然あったし、うんうん、ああこれ返せんだろうなと思いながら見てました。たら案の定こうポンポンと点取ってくれて、まあまあそんなあれでしたね。あのまあ、うん、こう慌ただしくこう慌てることもなく、うんうんうん、いつも通りにできてたのかなっていう気はしますね。そうですよね、うん、あの雨降ってて、うん、多分ピッチコンディションもあんまり良くなかっただろうによくやってたかなって、うんうん、そういう印象は持ちましたけどね。うん、雨の中でね結構、あ、ちょっとごめんなさい、先に川内さんからね、あの川内さんからコメントありがとうございます。これドイツからじゃないかな、仕事なのでもうそろそろ抜けちゃいます、全社残念でした。僕から伝えれることは今度オンラインイベントするので拡散してくださいということで、ね、宣伝ね。なんでいやさすがだぜ川内さん、あのなんかあの言ってくれたらリツイートしますんでね、あの、はい、ぜひぜひ、あのやってください。ありがとうございました、ドイツからね。そうね、いやあのちょっと映像、僕もさ、あの雨の中でもうギリギリで喋ってたんですよ、うん、であの、はいはいはい、まずあの記録用紙がみんなグズグズでボロボロになっちゃって何も書けなくなっちゃって。結構横殴りの雨だったんですか？ね、横には殴ってないんだけど、うん、ね、雨量は多かったね、 雨の粒が大きかったって感じ。やっぱね、傘ささないともう全然あのカッパだけだと機材も濡れちゃうし、なるほど、まあダメかなって感じだったんですけどね。そうそうそう、でそんな中ででもね、あのやっぱりなんていうの、前半はね結構雨降りました。あ、で、うん、みたいですね、うんうん、でね後半はね、ちょっと雨足が弱まってね、あのこう落ち着いてこう視野広くサッカーができるようになったんですけど、うんうん、前半はでもね、なんだろうな、まあよくあの大崩れしなかったなって感じだな。毎年ほら前者になると皆さんこう過緊張して、なんか妙に緊張しちゃってさ、なんか よそ行きのサッカーやってさ、で、うんうん、あの苦しい思いするんだけど、それはなかった感じだったな。ああなるほどね。うん、そうね、まあ、とりあえず勝ってよかったなっていうのが一つと、うん、あととにかくあの雨で、あの選手 の、 あのシャワールームとかもなかったから、ほうほうほう、そうそう、だからとにかく終わったらすぐバスに乗って、あの宿に帰って体を、はいはい、メンテするってことでね、あの、うん、ケアするっていうね、とにかく時間がなかったですね。ああ、なるほどね、うんうん、そう、だからそんな中でね、インタビュー取れたのは監督と、あとちょうど横をね、あのあの服部か、そうそうそう、通ってた服部さん捕まえてね、うん、はいはい、あの感想だけ聞くのが精一杯だったって感じですね。はいはいはい、うん、なるほどね、そう。あとはね、どうだろうね、あ、で、あの、アムロレイさんありがとう、コメントね、能登郷雨やばかったっすね、実況席も大変だったらしいですね、うん、カレーもすごく美味しかった、やまびこでちゃんとめっちゃ響いてて本当にエドリクでしたねって、これそうね、中継の中で僕がエドリクみたいってお伝えしたんですけどね、あの23のねサポーターさんの声がね、なんかしたんだけどね、すごくやまびこみたいにね響いてたんですよ。それがねすごくねこうかっこよかったねって感じでね、うんうん、そんな感じでしたね。グテタマさん、近江牛のカレー食べたかったな、あ、食べてないんだ、残念だったね。安藤さん、あ、いいコメントありがとう。ケバブはなかったけど振る舞いグルメは嬉しかったってことですね。それはちょっといただけないな。いただけない、うん、やっぱケバブないと。うん、まあ、あの別会場はね結構ね、あの実際のこうキッチンカーとか出ててね、あの お振る舞いっていうね、あの無料で食べさせてくれる以外にも普通に お金払ってね買うのもいっぱいあったけどね、うん、それから2試合目ですね、翌日20日日曜日、ベロスクロノス角とね、2回戦を戦いました。これは確か前半がね 0-0 だったように覚えてますね、うんうん、0-0 だったとですね、うん、そうですね、で後半コーナーキックから入れられて 0-1 になって、でその後ね、追いつこうとすごい頑張ったんですけど、まあ、力足りなかったっていう感じでね、うん、0-1 で終わったゲームでしたね。うん、その戦はどうでしょうか。
あのどのようにご覧になりました？東京から。いやーもうあれですね、うん、がっちりブロック敷いて、うん、もう守備やってましたね、うん、向こうはすごかったね、もかったね、うん、うん、まあちょっとね、あのボンズさんみたいな感じだったとは思うんですけど、うん、みんな同じこと言ってるね。あ、ガチガチだよね、だからもう、うん、セットプレーでね、うん、点取ってから、うん、あれコーナーキックからでしたっけね、うん、そう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 、折り返しそれも、あとはもうあれですもんね、ガチガチに、まあ、引いてるっていうかもうブロック敷いて、うん、だからそこも攻めあぐねたっていうところだったのかな、うちがボールはある程度は回すんだけど、うん、最後が崩せないみたいな、うんうん、そんな感じでしたもんね、うん、IS さん今あのコメントありがとうね、フィジカル相手強そうでしたねって、本当ね俺もそう思うな、同感。うん、どこだ、金子さん、あのカメラマンの金子さんです、ありがとうね、角さん強かったな、みんな体格がアスリートでかっこよかったってことでね、そうだね、え、金子さん現地撮影ずっとやってたんですか、撮影もね、もしできてたのかな、ぜひ教えてください。と地元のさんコメントありがとう、オフィシャルは配信中断が多くて実況隊さんの方が一番良かったです、あ、そうなんだ、オフィシャルそんな止まったんだ、うーん、知らなかった、あれかね、あの解像度上げてたのかね、オフィシャルさんの方がね、うん、ああいう時何、植草さんは両方画面開けて見てるの、うん、僕は実況隊さんのあれを、うん、あ、うちの方だけで、あ、そうでした、うんうんうん、あの特に2試合目、うんうん、ドッツの戦はずっと、うんうん、2試合目見やすかったでしょ、うん、見やすかった、うんうんうん、まあ、あの今回ね、あの本当に機材もちょっと随分変えてね、うん、よりこうなんていうのかな、機動力を増すというかね、最悪飛行機でも乗れるようにっていうことでね、うん、機材最小でやったんだけどね、結構うまくいったなって感じですね、あ、そうですか、そう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 、あ、いっぱいコメントくれてるな、グデタマさん、グデタマさんは23は本ちゃん、角は雄大と中山と、あ、もっとギラ対決、ギラバンツの選手たちがいっぱい対決してた、うん、やっぱ角にそんな元 J がいっぱいいるんだ、知らなかったな、はい、カメラマンの金子さんからコメントいただきました、ありがとう、写真は23の公式の SNS に上がってます、皆さんぜひいいねよってことでありがとうね、はい、カメラマン金子さんのね作品が上がってるそうなんで、ぜひ皆さん前者の選手たち見てください、いいな、うんうん、あ、グデタマさんも言ってるね、同じくオフィシャルの動画よく固まってましたってことで、あ、そうなんだね、へえ、結構でも配信みんな固まってた、あ、面白いんだよ、あのねオフィシャルの配信が固まるとね、うん、あの実況隊の配信の同時視聴者数がバカ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 って上がるの、ああ、なるほどね、そうだからすぐ分かるみたい、あのパラゲルさん、あれ向こう多分止まってるよとかって、そうですね、まあ試合の流れ的にはねこんな感じでね、うちらあの2回戦で負けちゃったって感じなんですけど、まあどうでしょう、植草さん本当に飲み屋トークで結構なんですけど、うん、なんつうんですかね、こう前者の敗退ってさ結構こう来ますよね、きついですよね、こうきつい、でもこれが前者なんですよ、そうか、これが前者か、もう前者で多分うちの情報っていうのはね、うんうん、まあいろいろこう いろんな媒体でこう手に入るから、うん、多分、うんうん、ね、攻撃的なサッカーをやるっていうのは多分もう知られてると思うんでね、うんうんうん、まあとにかく、まあ、一発トーナメントの怖さでしたよね、確かにね、うん、だってそんなに大量得点って なかったでしょ、ない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 なかったでしょ、他のところも、うんうん、だからやっぱりもうある程度もうガチガチにもうね守備をあれして固めて、うんうん、堅守速攻じゃないけど、
そういうタイプのチームっていうか戦術的にはあれだったんじゃないですかね。でもまさかうちなんか前者枠でいけるかなってこうちょっと横島な考えがあったからダメだったのかな僕は。うん、いや今回もね俺も結構あのなんていうのかな自信があったというか、まあ、あのリーグ戦ね後半はちょっとこうもたついた感じがあったのはあるんですけど、まあ、あのコンディションもいろいろあるでしょうからねあの、後半にピーク持ってくる感じで前者はこう、うまく駆け抜けられるかなと思って、ね、あの準々決勝準決勝ぐらいまでいけるかなと思ってたんだけどね。いやでだからほらあの去年の前者あのどこ戦だっけあのあ去年の刈谷戦か、あの先制して、勝ってたんだけど、まんまの3分そう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 、あのなんかコーナーにボクシングでいうとコーナーに追い詰められてさ、フックフックアッパーでバーンって倒されるみたいなさ、ああいうねあのもう本当にあのノックダウンみたいなのはなかったんじゃないですか。ただやっぱりね攻めはすごい良かったんだけどねやっぱシュート打てなかったね。やっぱあれでしょ、ミドルレンジからのシュートがやっぱなかったでしょう。そう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 。だもっと打たないとダメだよね、やっぱり。あとなんて言うんだろう、あの結構無理な体勢で打ってそれでもすごい枠頑張ってコントロールしてんだけど、確かねクロスバーに当たったのが3本ぐらいあったと思うんだよね。だから辛いなって感じだな。試合終わった時はね、まあ、あのほらあの配信って結構仕事忙しいじゃないですか。で喋り番組終わった後もお片付けとかさ、あの結構忙しくてさ、なんてあんま時間がなくてこう心がこうなんていうのかな焦ってる状況だからないんだけど、宿に帰ってシャワー浴びてから、こうなんかお茶を飲んだりした瞬間にねすごくこう、はーって感じが来ちゃうのね。あ、そうですか。いやあの2試合目はだから都道戦終わった後ってうちのチームはどうだったんですか、雰囲気的には。あ、雰囲気的にはうんとね、なんていうんだ、そんなにねなんかなんていうのかな元気はなかったけれども、なんていうのかまだよく分かんないみたいな感じだったね選手たちはね。なるほどね。そうそうそう、ただなんかやりきれなかったかなっていう、こうあのやりきって負けてしょうがなかったなみたいなそういう爽快感はなかったね。なんかな。そう、でもその時点だとまだね、負けたとはいえども、まだ地域 CL に行ける可能性は、ね、残ってた状態だから、まあそこまで落ち込むことはないよってそういう声掛けもあったんだと思いますしね。そうね。まあ実際ね去年のねシティさんもね一番最後の最後でね。そうですね。奇跡の復活もあったけどね。ただやっぱりね、モモカイトさんありがとうね。まあモモカイトパパさん、あのコメント読むね。ブラジルさんの名言、23敗れた時につぶやいた一言。なんでサッカー好きになっちゃったんだろうと。みんなの思いをオブラートで優しく包んでくれた一言、最高の一言でした。ありがとうね。本当ね、こういうのねみんなに伝わるかなと思ってつい言ってみたんだけどね、本当伝わってよかった、はい。地元のさんコメントです。オフィシャルは配信中断多くて実況対するのが一番良かった、安定してたって。あ、本当良かったな、ありがとう。本当オフィシャル結構固まってたんだ、はい。どこだ、解像度は良くなかったですよ、普通に安物傷ダメによる接触不良な気がしました。あ、これオフィシャルさんの方だね。機材安物なのか、結構良さげな感じだけどな。アムロレイさん、試合ご覧になってた感想ですね。裏抜けとか本当すごかったです。前半は本当にシュートで命拾いしてた。守備陣の最後の粘りとかも本当に助かった。角さんは本当に守備の切り替えとか早かったし、23は相性悪そうでしたねということで、そうだね、角さんは本当にいいサッカーやってたね。俺もそう思います。
シュート打てないのは痛かったなってね、あのレイさんですね、うん、いやしかしさ、なんていうんですかね、植草さんさ、うん、やっぱ強いチームっていっぱいあるね。そりゃそうですよ、ね、うん、いや関東リーグも結構強いチーム多いしさ、うん、ボンズなんかもやっぱ頭抜けてるぐらい強かったじゃん、うんうん、だからあそこで揉まれてるからきっとね、もっとこうなんていうかな、うまくこう試合を持っていけるかなと思ったけど、うん、ボンズクラスのチームがいっぱいあるんだ、うん、本当に、うんうんうん、すごいね本当に。これでまた J5 なんだからね、5部だからね、うん、まあ、確かにね、そうです、そうです、うん、でもね、それに欠けてるからね、うん、やっぱりそうだ、ね、どこのチームも、うんうんうん、だからもう角さんがな、次どこだっけ、あ、負けたの、あ、カリアか、あ、カリア、カリア、うん、PK で負けるとは思わなかったさな、ね、これ角さんが勝ってたらまた随分変わってたわけでしょ。え、角さん、角さんが勝ってたら、うん、うち全社枠いけたんでしょ。そうかもね、100年枠、うん、こう、あ、そうか、そうか、ある100年構想枠で、うんうん、ナイス、そうですね、うん、まあでもやっぱりあれだね、リーグ勝たないとなかなかダメだね。そうですよ、だからやっぱりね、うん、王道でいかないとダメですよ。そうだね、うん、王道で勝ってしか、うん、いかないとダメ。それかもう本当前者はもう勝ち抜くぐらいのやっぱ力もっと置かないと、うんうんうん、まあ選手たちもね、肌で感じただろうから、うんうん、それは重々もうしょう、ね、理解してるとは思うんですけど、うん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 、まあいろいろな課題も見つかったし、でもね、その反逆に通用するところもいっぱいあったと思うんですけど、はい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 、それをベースに、うん、やっぱプラスアルファを持っていか、うん、いかないと。やっぱり、うん、そのレベルでは、うん、たやすくは勝てないよということじゃないですか。うん、そうですね、うん、去年よりもでも少しあれだよね、なんて、もろさがなかったね。まあそれはあれじゃないですか、やっぱりそのディフェンスもある程度しっかりね、うん、できるようになったし、うんうんうん、だからね、うちのリーグ戦だって、まあ、結果的には2位というね、うん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 、あれ順位にね、ついたんで、うんうんうん、まあそこはね、うん、もっと自信持って、いければいいと思うんですけど、うんうんうん、あともうちょっとなんですよ、本当にもうちょっとか、だと思います、本当だと思います。なるほどね、うん、私こう、まあ、敗戦してさ、うん、で思ってるよりやっぱダメージ食らってましてそれで帰ってきてさ、まあいろいろ帰ってきたら帰ってきたっていろんな細かい仕事があるんだよ、うん、機材もそうだし、はいはいはい、あと資料整理したりとかさ、はい、で本業の方の仕事も始まったりとかってしてたら、今日パラグレスが連絡になってる、もう週末市原カップですよねとかって言われてさ。でも俺スケジュール市原カップ入れてなかったね、自分のカレンダーに。で調べたらさ、もう今週から本当始まっちゃうんですね。そう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 、いやーびっくりですよ、うん、まだ近い方ですよ市原だから、うん、会場は。そうかそうかそうか、うん、これ遠い人たちもっと大変なんだよね、群馬の都南とかね。ああそうか、都南の方か、うん、あと矢板とかね、うん、うんうんうん、あるから、それを考えたらまだ市原でよかったかなと。そうだね、うん、あれ誰が引きに行ったの。いやあれ最初になんだろう、もうリーグの方で団体決まって、もう春先に決まってるはずですからあ、そっか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 、うん、うん、毎週矢板の方に行くっつったら大変だろうね。そうあぐっグデタマさんありがとうね、コメントね、市原カップって何ですかってことで、はい、いい質問ありがとうございます。通常関東リーガーはですね、関東リーグのリーグ戦があるじゃないですか。で合間合間に天皇杯の予選が入って、で今回みたいな全社の予選が入って、
で最終的にリーグと全社の上位で地域チャンピオンズリーグっていうのをやるんですね。で僕ら関東リーグっていうところに所属してるんですけど、いわゆるあの J リーグでいうとこのなんだナビスコアカップじゃなくて今なんて言うんでしたっけ、ルヴァンカップか、はい、いわゆるリーグ主催のカップ戦ってやつね、関東リーグが主催のカップ戦っていうのがあるんですけど、これがね11月のね毎年ねあの1年の終わりぐらい終わりにねあるんですよ。関東リーグのチームがブロックに分かれてリーグ戦戦ってで上がってきた確かベスト4チームが上がるんだっけ、でそれで、トーナメントをやって、うん、最終的に関東リーグカップの、優勝チームを決めるっていうのがあるんです。でその関東リーグカップって言わないでごめんなさい、あの市原のサッカー協会さんがすごい、運営をやってくださるんで、市原、今年はなんだっけ、ペナルティーじゃなくて、アスレタかな確か、あそうだ、市原アスレタカップさんか、あカップっていうの今年はあのアスレタさんがね、あの冠スポンサーしてくれてるんで、うん、去年まで市原ペナルティーカップとかってやってたんだけど、そんな感じですね、はい。だからちょっと待って失礼しました、ちょっとね喉が調子悪い、はい、という感じでね、通常の本当カップ戦が行われます。でもどうなんでしょうね、植草さん毎年思うんだけど、ほらもう市原カップってさ、うん、昇格も降格も関係ないじゃない、うん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 、でその場合にはちゃんと関東リーグのいろんなチームとできるじゃないですか、はいはいはい、普段やってないチームとか、はいはいはい、だからある意味なんて言うんだろう、選手たちにこうサッカーを返してあげるというか、もともと選手たちねセミプロ的なこう活動してますけど、まだアマチュアの要素があるから、そういう選手たちにサッカーを楽しむこうチャンスを返してあげる大会なのかななんて一瞬思うんだけど、いやでもそもそもね、あれ市原カップが始まったきっかけは、うん、いわゆる関東リーグ自体が10月の1週目で終わってしまうじゃないですか。あ、はいはいはい、それで大体チームって12月までの活動、まあ、契約も含めて大体そのぐらいまでなんですよね、うん、でそうすると2ヶ月間何にもないよねと、うん、で要はね、リーグ優勝したチームはチケツ、うんうん、とかあるし、うんうん、あるからまだいいんだけど、うん、他の大体のチームはもう何もないんで、うん、じゃあ、うん、カップ戦みたいなのを始めようかっていうのがそもそも始まったあれきっかけみたいですよ。あ、そうなんだ、うん、なる、あ昔あれでしょ、前者って別にチケツの昇格枠ってなかったんでしょ、うん、みたいですね。だから飛び級もあったみたいですよ。あ、そっかそっかそっか、うん、昔は。あ、それでじゃあ市原カップって始まったんだ、うん、らしいですよ、うんうん、なるほどね。直千葉さんコメントありがとうね、ごめんなさい私は都内に通いますって言ってる、すごい直千葉さんってのはこれは、ね、はい、千葉県在住さんなの、松戸のお方です。はい、あ お知り合い、はい、でよく存じ上げております。あ、そうなんですか。って何、毎週都南に行くの、はい、ご子息が都南の方で。あ、そうなんですか。へえ。じゃあいいじゃないですか、それはね。でも、なかなかあれですね、松戸から毎週都南って結構、ご苦労ですね、本当にね。へえ。ありがとうございます。無理せず頑張ってくださいね。スモアさんコメントありがとうございます。市原カップは普段ベンチ外の選手に出てほしいです。太郎とか高橋さんとかって、あ、これはね確かにね、普段ね見れてない選手たちね、本当最後にちゃんと見たいなってのもありますもんね、うん、なるほどね。グデタマさん、あ、教えていただきありがとうございますということで、こちらこそね、はい、ありがとうございます。あ、マリさん来てくれてる、ちょっとしょ来てたの知らなかった珍しいね本当にね、マリさんがね。こんばんは。はい、こんばんは、どうもお疲れ様です。すいません、5分前まで起きてたのに寝ちゃいました。あ、寝落ちしてたの。あ、マリさんも、ね、寝落ちすることあんだ。はい、もうだって寝ないで昨日働いてみたいな。さすがにね。
はい、お疲れ様でした。いや、お疲れ様でした。でもよく寝落ちしてましたね、拍手が。あ、全然、全然一瞬だったんで。ふ、うん、って時計見て、なんだっけな、今日みたいな。あ、そっか。すいません。いやいや、よく起きれたね。お疲れ様でした。全然、本当一瞬なんで。いや、マリさんもね、本当にお疲れ様でした、うん、この週末はね、うん。お疲れ様でした。金曜日はね、徹夜でね、あ、金曜日の、うん、金曜日の夜そっち出たんだっけ、東京。そうそうそうです、そうです、ね。で、徹夜で車走らして、うんうん、寝てんだか寝てないんだか分かんない状況で、現地に着いて、7時ぐらいに着いたって言ってたもんね。そう、7時ぐらいに着いて。朝だよ、朝。そうそう。ね、よく考えたらすごい移動してましたね。そうだよ、ね、で実況隊の集合時間9時じゃん、うん、その前には会場来てたみたいじゃん。そう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 、すごいよ。でその後11時から、あ、9時から、ね、設置して11時から試合中継して、それも土砂降りの中で、あ、ね、あの雨ちょっときつかったっすね。まあ、今一通り1試合目と2試合目の話を植草さんとしてたんだけど、マリさん的には、まあ、あの前者全体は後でいくけど、1試合目 どんなあれだ、なんか思い出ある1試合目。そうですね、うん、なんかでも最初1点決められちゃって、うん、なんかどうなるのかなってちょっと思ったんですけど、あれよあれよとで、あの、うん、みんなが決めてってくれるのと、うん、なんか力強かったなとは思いましたね。あ、そうだよね。うんうんうん、はい、1試合目、うん、あ、服部くんのゴール良かったね、やっぱね。うん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 、ね、あ、かなと思って1試合目だったんですけど、うん、2試合目になって、うん、なんですかね。なんかね、今年の象徴するような感じ、うん、最後の方っていうか、やりきれなかったか、決められない、決められない、やりきれない、うん、なんかなんですかね、あれってね、うんうん、ちょっと悔しかったですね、やっぱね、決められなかったことっていうか、うんうん、ね、なんかあれ、あの失点シーンぐらいしか、うん、悪いとこなかったみたいな。そうだよね、あのコーナーでね、折り返されてね、うん、今年ほぼ負けてたりする試合って、うん、あれそう言うんですよみんな、うん、あそこしかなんかダメじゃなかったみたいなことをよく言ってて、うん、なんかそうだからこそ、だからその象徴してるなと思って、うんうん、なんだろうねって感じでしたね。そうね、植草さんさ、はい、川田さんが、川田選手がさ、うん、あの怪我されたのは知ってる？あ、だからあれ入っメンバー入ってなかったんだ、うん、2試合目。そうそう、1試合目の途中でね、ちょっと足をおかしくしちゃって、うん、故障しちゃって。あれだって1試合目も最初出てた？うん、あ、出てた出てた。で終わりの、そう、あれ、あれ、あ、途中から出たんだっけ？途中からじゃなかった？あ、途中からだ。うん、そうだ。そうそう、それで2試合目は、うん、サブにも入ってなかったから、そう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 、あれどうしたのかなと思ってたんですよ、うん、あ、怪我、じゃあ1試合目の時に怪我したんだ。終わりの方だったよね、確かね、うんうん、本当に。まあでもとりあえずあの最後まで確かあの、まあ、守ってくれてたんだけど、うん、でもね、帰る時はもう完全になんだっけ、あの、そうそう、松葉杖ついてたもんね。うん、まあ、中継中そういうの喋れないからさ、うんうんうん、やっぱり怪我情報ってやばいからさ、だったけど、だから俺ね、川田さんがね、本当、うん、残念だったなって感じ。本ちゃんもすげえ良かったけど、うん、川田さんのこう活躍するとこも見たかったな。うん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 、うん、まあ怪我じゃねえ、しょうそ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 う、しょうがないしな、うん、やっちゃったもんはね。うん、本人一番辛そうだったよね。あーねー、まあ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 ね、そういうこう予期せぬこう予想外のことってまあね、起こりえますからね、うん、やっぱ、うん、
あ、金子さんから今コメント入ってるな。1試合目の最後の方は10人で戦ってたって言ってる。うーん、 ありがとうね金子さん。カーダ怪我して、そう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 。プロクマちゃんは、あ、こんばんは、さっき帰宅してやっと聞きましたって、ね、みんな一緒だ、イエーイ、お疲れ様でした。もう怖いな。もうカイトパパさん、フットサルやりましょうやりましょう。そっか、これ自身だ。なおちばさん、市原カップにはボンズはベルで参加になるんでしょうね、多分。多分ベルさんがセカンドが、ね、出てくると思いますよ。うん、うん、群馬へは下道でも3時間ちょい、高速だと2時間弱ですね。関越より北関東を使った方が空いてるし、ちょっとだけ安く済むんです。さすが慣れますってことで、毎週日曜日通いですからね。あ、なるほどね、現地に行く情報よ、いいですね。小松監督が怪我人が出たと言っていたのは川田壮平選手だったんですねって。そうなんですよね。うーん、 IS さんね、金子さん、うんうん、1試合目の最後10人で戦ってましたねってことでね、さすがピッチサイド、うんうん、まあどこのチームもね、全社必ず怪我人出ますからね、うんうん、もう総力戦に行かないとね、あの大会は、うん、短期決戦の場合はね、ね、そうね。マリさん、あれですか、あの結構ほら、あの他の女子チームの人とかね、いろんな方とお話してたと思いますけど、はい、ファンとかサポーターのみさんの皆さんはどんなことをおっしゃってたか、なんかありましたネタは。なんですかね、うん、まあでもなんか、で、あの勝てなかったこともそうだし、うん、うん、うん、まあ何ていうか、まあでもみんな別にそんなに下を向いてるわけでもなくて、うんうん、ね、あのまあこういう結果だったっていう感じで受け止めてる感じなのと、うんうん、まあね、あの負けた時にはまだその次の試合の方、うん、まあ他力本願ではあるけど、うんうん、ね、それ結果次第みたいなところだったんで、うん、まあね、なんとか勝ってもらいたいなとは思ったんですけど、うん、うまくそちらもいかずっていう感じで、ついてなかったな。なんか今年は全てがねあと一歩だったんですよって、うん、ね、本当だね、うん、でもあの第2試合終わった後のさ、サポーターさんの選手へのこう声掛けはあれは良かったね。俺もすごいあの一言で希望を感じたし、仮にさ、うん、なんていうの、うん、まあ、あの最後は最後で他力だからさ、もうしょうがないんだけどさ、うんうん、でもなんていうのかな、あの時点でああと思ったらもう終わりじゃん、うん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 、やっぱりあそこでこうね、あのサポーター あの声の大きい方のね、うん、あのなんていうの、声掛けはあの選手だけじゃなくて視聴者とかね、見てる人たち、うん、江戸川区の人たち全員にもやっぱり響いたと思うよ。うん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 、で、まあ、うん、まあ、結果はこうだったけど、そう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 、うん、まあでも本当に今年はすごいいいチームだったなっていうのが、うん、ねえ、もうちょっとかなっていう、うん、うん、ああこのチームでもうあと何試合もやりたかったな。本当にもったいねえな。そうですね、なんかそれが一番もったいないっていうか、うん、もっとね見たかったなっていうのはありましたね。なんか優雅も結構最後のインタビューだけど、コンディション作るの大変だったみたいなこと言ってたね。うん、まあなかなかそこまで連戦っていうのないじゃないですか、うん、それが前者なんです。そうだよね。いやだから最後まで戦ってたチームたちは本当すごいなと思って。そうだね、あれ結局優勝はない。じゃあどこだよか。JC かジャパンサッカーカレッジか。はい。見たんですけど結構強かったですね。うん、あ本当。伊達に天皇杯でグランパス食ってないですよ。はい。本当、うんうん、はい。弘前との試合見てて勝ったんですけど、うん、全然嬉しそうじゃないんですよね、うん、なんかへえ、うん、なんか別にそんなの当たり前じゃないんですけど、なんかすごい見てて全然喜んでないのが、うん、なんか逆に気持ち悪くて、うん、疲れ切ってたしないの。そうかもしれないですけどね、帰りたいのに勝っちゃったみたいな。そう実は
いやなかなかなチームだなって思う。淡々としてて、みんなすごい一回りなんていうんですかね、背が大きいっていうか、うん、あと足元がめちゃうまくて、パスとかの精度っていうか、すごい落ち着いて見えましたね。ウェクサスさんあれですか、ジャパンサッカーカレッジってさ、これあの確か新潟の専門学校だと思うんですよ。だからあれアルビレックス新潟ってちょっと、関係あるんじゃなかったかな、あそこ。あ、そうなんだ。え、で何、あの選手たちは何、その大いわゆる専門学校生なの、それとも、じゃあ OB の人ってわけじゃないんだよね、いわゆる町クラブみたいな。じゃない。あ、じゃあ本来だったら例えば大学生年代だから、あの大学の関東リーグみたいなところに行くんだけど、ここは専門学校だから大学じゃないから、トップチームが社会人の方のこれに出てるってことなんかね。そうじゃないですか。で、だからいろいろやっぱりそのサッカーに関いろいろななんていうの、選手コースだとか、あとホペイロとかね、そのサッカービジネス。だからあのボンズ のマネージャーのセイムちゃんなんも JC。ああ、そうとか、ね、そうだね。あ、そうなんだ。JC なんですね。へ、そうそうそう。せのか、あいつ生意気だからな。会場で必ず俺いじめられるんだよ、あいつに。悔しいな。でもしょうがないですよね。そうね。そう、うちよりも上にいるんで。あ、ちょっと待って、ね、優勝が何、JC で。はい、2番が何、徳島。そう、うん、はい、あ、なるほど。で3位がどこだったんですか、結局3決は。あれ、あ、あれか、 J リーグかな。そう、で6位があのカリア、カリアか、で、前哨枠取ったのがジャパンサッカーカレッジと J リーグと、カリア、あとカリアか、ああなるほどね。ああ、本当だ。今ジャパンサッカーカレッジの、あのメンバー表を見てるんですけど、下は18歳、上はなぜか31歳っていう人が。あ、そういうのもいるんだ。ジャオビーもいるんだ。33歳もいる。でも大体が20、18、19、20、21、22、23ぐらいまでですね。18歳とかいるんですよ。やだやだすごいうまいなと思って見てたんですけど、18歳とかの子がいたかもしれないって見ると、多分で前じゃない、あのユースとか育成はあの J カップとかじゃないの。そうですね、ブルーベッカー浦安のアンダー18の子もいたり、アルビのアンダー18、あれ南葛の子もいませんでした、ゴールキーパー。あ、ゴールキーパーの子、そうだね。関東学院大学の倉町くんじゃない、いや、ね、神山隆平くんかな、それ仙台育英高校、あれ違う、山崎朝日水戸なんとか高校、あれいないっすね、帝京。いやでもなんか南葛の、あのツイートに書いてあったよ、てました、ね、そう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 、じゃ誰かがそれなのかもしれないですね。俺らがさ、確か福井行った時もさ、JC に負けたんだっけ、確か2試合目か3試合。へえ。ああ、でその時もやっぱね、あったかもしれない。でその時もね、あの清水エスパルス あの育成から来た子が何人かいたりとかさ、やっぱりすごかったよね。山本恭平さんがゴール決めて追いついた試合だけど。まあでも、まあ、そうね。じゃあマリさん的にあれだね、あのウェクサさんは言ってないからだけど、マリさん的に、前者楽しかったことをいくつか、楽しかった思い出って何がある今回は。楽しかった思い出楽しい思い出を作る途中で終わってしまった感じがすごくする。すごい珍しいな、こんなにしょげてるマリさんは。はい、あ、でも、なんか、次の日、どこでしたっけ、それこそ JSC 対、あそこ、プランジュ弘前の試合を見に行ったんですけど、あ、そうなんだ。はい、そこで、
うん、浦安の浅田さんと、うん、あ、浅田さん来てたの、はい、その前の日にもあった石部さんと、うんうんうん、あと FC 徳島の GM さんにもお会いして、へえ、なんかちょうどそこでにいたのでそんな話をしてて、うんうんうん、まあ、FC 徳島さんには頑張ってくださいって言ったんですけど、うんうんうん、なんかやっぱりこう皆さんうちの試合見に来てたみたいで、うんうんうん、その前の日の、ね、負けちゃったのはすごい残念だったけど、うん、なんかほんとすごいいいチームだって言ってくれてて、で結構やっぱりあの試合がすごい注目されてたみたいで、うちとつの、はい、あ、そうなんだ、はい、で結構いろんな関係者見に来てたよなんて話をされて、なので、うん、はあ、そういうね、いろんな人からいい試合だったねとかいいチームだったねって言われたのが、うん、すごいこう終わって、うん、そういうのを言われるのはすごい、あ、本当にいいチームって自分たちが好きだから思ってんじゃなくて、うんうん、他の人が見てもいいチームだって思ってもらえるチームになったんだなっていうのは嬉しかったなと思います。そうだね、うん、まあこの2年かけて作ってきたものだもんね、うんよかったね。そうですね、だからそういうのが、うん、まあ結果としていろんなチームから声かかる人が多くなったのかなるんじゃないかなっていうのはあるんですけど辛い時期が来たよまたはい、でもそれぐらい本当に、うん、そうだね、いいチーム作りを今年1年でしてきたんだなっていうのが、うん、うん、すごいなと思いました。それがすごい終わった後の感想でした。なるほどね、ありがとう、うん、俺的にはね、うん、まあ、あの関東リーグ勢がね、まあ、あの2回戦まで大体残ってて、はい、で一番ほらあの自信を失ってたエリースがさ、はい、実は一番上まで行ってあと100勝てば実は地域チャンピオンズリーグに出れたみたいなさ、そこにね行けたっていうのがすごかったね、うん、エリースね、うんうん、でもその試合に2試合、うん、3試合目なのに2枚カードをもらって、うんうん、出れなかった田代さんもすごいなと思いました。渋谷出れなかったの？うん。1試合目2試合目とイエローもらったそうです。さすが一番大事な時に。なるほど、はあ、うん、ね、でもすごいですよね、そこまで勝ち続けるっていう、うんうん、で PK でした、 PK まで行ったんですか、どこだっけ、あ PK PK、ね、0-0 で、そう3対5だな PK でね、うんうん、見てないんですけどちゃんとは。でもその、うん、両方の試合でゴールを決めたジョナタンもかっこいいなと思って、うん、あ確かにね、あ、うん、こういう大きい大会でね、本田達樹さんがね、うん、ツイッターかなんか、Facebook かななんかで言ってたけど、うんうん、やっぱりねエリス今年なかなかほらチームが一つになれなかったじゃん、うん、でもやっぱこの全勝を通じて1試合ずつこうできて最終的には本当に今年一番のいいチームな状況ができたっていうのをね、うん、言ってたんでね、うんうん、まあ、今年関東リーグで一番全勝良かったのはやっぱりエリスなんじゃないですかね、あの順位的にもね、うん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 、うん、ね、なんか写真で見たあの PK 戦の時の、うん、なんかみんなが一生懸命なんか見てる、うん、応援してるのっていうのもすごいいいシーンだなと思って見てましたね、うんうんうん、なるほどね、ありがとうございます。ちょっとコメント読ましてね、はい、ね、99チベタンさんから情報もらいました、うん、JSC は大学と違って、うん、社会人がトップチームなんだって、でプロ契約選手がだいぶいるって話でしたね。もともと地獄の北信越の生き残りだし、まあ強かったですね、うん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 、すごいね、あの専門学校のチームでプロ契約がいるという、ね、うん、さあ帰ってきたばっかりの黒熊ちゃんですね、はい、角は強かったな、いいとこあるし奪われるのも多かったし、うん、乗り越えられなきゃ上に行けないのを痛感したよ、うんうんうん、試合後悔しくて切なくて号泣したけど、うん、お仏様参拝して落ち着いたんで次に向かってまた始めますよって、うん、はい、いいですね、俺も同じです、うんうん、そう次にね、そうね、角はボンズみたいでしたね、
確かに、うん、うん、本当にやっぱり超えられないものがあるっていうか、うん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 、こういうチームには弱いんだなっていうのも、うんうんうん、よく分かりましたね。まあだからそういうチームに勝てるようなチームになりたいんで来年はね、うんうん、なんかほらあの結構あの配信するところが、うん、あのお客さんと近かったじゃないですか。はい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 。でやっぱサイドからの攻撃にすごい遅いっていう声をよくね言ってらっしゃった人がいらっしゃったんですよ、うんうんうん、でやっぱ時間かけすぎる分すぐに戻っちゃうから、うん、すぐに上げればいいのに1テンポ2テンポ、うん、じっくりそこで待ってから中に入れるのでそれが、うん、あ遅いよっていうのをよく言ってらっしゃる方がいて、あ遅いってうちがクロスあのだからサイド攻撃のテンポが遅いってことなんだ、うん、そう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 、であもうなんかそれを聞かれ聞いてあそうだなってもっともだなと思って、うん、その速さがやっぱりねできなくなんかついていけないっていうか、うんうんうん、今回の一番の範囲した変ですけど、うん、うちがすごいじっくりとあの攻めるチームっていうのは、うん、いいところではもあり、うんうん、なんかそうやってかさなんかねあのボンドさんだったり今回の角さんだったりみたいな盛り方をされちゃうと、うん、なんかもうあそこで終わっちゃうんだっていうのが、うんうん、なんか象徴される言葉だったなと思って試合見ながらな、うんうんうん、思いました。なるほど、うんうんうん、ルクサさんなんか感想ありますかこの辺のいろんな周りの人の声に。もっとミドルレンジでシュート欲しかったな。フェイクサスはシュート好きだからね、うんうん、確かにね、まあ、この辺はあれだね、うん、もう技術的なことですから、うん、もう選手とかね、うん、あのコーチの皆さんにいろいろ分析していただくしかないけどね、うん、あ、あとねあれトカチとやった時にさ、うん、はいはい、あの山下選手わざわざ来てくれてね、そう、初めましてだけどいい選手でしたね。そう、いやよくナイスガイでしょ、うん、すごい選手。そうそうそう、はい、もう山下選手あの本当23のファウンダーの一人だしね、うん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 、あとねスカイアースのねあの、はい、やっぱりファンの人から山下選手がいかに23の皆さんにね愛されてたかよく分かりましたって言われてね、うんうんうん、大事に大事にあの見守って応援してやってくださいって話をしたりとかしたけど、うんうんうん、やっぱりいろんなチームの人とあれで喋れてよかったね前者はね、うんうん、そうですね。ね。いやもっといろんなチームに会いたかったですね。本当だね。2チームしか会えなかったからな。4チームぐらい会いたかったな。もっと他のチームにほらもっとうちのチームだった選手がいたりとか、うんうんね、スタッフやってる子がいたりとか、うん、あ今回はいないかな、うん、でもなんかもっと会いたかったなっていうのがすごいありました、うん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 、そうね、うん、しょうがない、うん、まあもうちょっとね皆さんは今回大きな仕事一つね一年終わったばっかりだからね、うん、まあ大変かもしれないけどもう今週末から市原カップ始まっちゃうんだよね、うんうん、みたいですね。うち決まったんですか、うん、出るって決まった出るって言いました。うん、なんか出るって宣伝されないなと思ってずっと待ってたんですけど、うん、一応出るってあの原野さんから連絡聞いてもらった。あ本当ですか、うん、はい。ほんでねなんだっけな、うん、A ブロック、うん、なんだっけ、市原ステージだから一番行きやすいところ、うんうんうん、で A ブロックだったんで、対戦相手が最初戦が日立ビルシステム、うん、イエーイ。で2試合目がはやぶさ、うん、で3試合目にボンズ、うんうん、ボンズベルなのかな、うん、それがまあグループリーグらしいですね、うんうんうん、どうですか日立ビルさんですよマリさん。あ久しぶりですなんか1年に1回会わないと気が済まない、ね、そうそうそう、それが市原カップですよ、はい、ウェクセさんはどうなんですか副理事あたりゲストに来てくれませんかね実況席のいや副理事じゃなくていいよ日立ビルの総監督のあれでいいですか監督でいいですか、総監督は
ちょっと一応聞いてみますけどね。喋りに来てくださいよって。意外とね、あの方ね、意外とね、恥ずかしい、あの、ナイブなんですよ。そうなんだよね。わかるわかる。意外とナイブなんですよ。照れやってるかね。そうそうそう。いいよ、とかってね。そうそうそう。いいそう。あの、この間も、いつだっけ、うん。遊び来てて毎日23の時、あ、そうそうそうだ。だって一緒に飯食ってたじゃん。そう、あの、飯食っててたら、いや、ちょうどあの、ブラジルさんから LINE 来て、うんうん、で、どうですかみたいなの言ったら、うんうん、あ、ちょっと、いや、あの、今、飯食ってるからって言ったら、あの、じゃあ、ちょっと、出演どうですかって。うん、あのブラジルさんから来たから、うん、それをそのまんま言ったの、うん、言ったら、うん、いいよとかって言ってもらった。面白い。そうそうそう。でも恥ずかしがってるね。でもあの別に他の人でもいいんだけどさ、あの、うん、ね、選手で出ない人とかちょっと喋る人もいいけど、うんうんうん、なんか俺的にほら実業団とかさ、うん、いわゆるあの一般企業日立ビルさんで働いてる人とがどうやってサッカーやるのかって結構聞きたいことたくさんあるからさ、あ、ね、あのもしあれだったらね、本当に声かけていただいて、うん、あのおしゃべり来ていただいてね、うん、あ、そうですね、ちょ、まあまあ、あのダメ元で聞いてみます。聞いて聞いて聞いて、うん、ぜひ、うんうん、なんか最近私たまになんか、うん、あのコメントに、コメントじゃないや、 X の、うん、にいいねって押されて、あ、本当やばい、見られてるって最近思うように。はい、え、その何、副理事に。そうそうそう。マークされてるじゃん。やばいじゃん。やばい。はい。見られてる。言動には気をつけますって。気をつけて。そうだよね。はい。いや、でも聞きたいですよね。なんかね、今年のリーグの、うん、ね、あの関東リーグの感想みたいなの。うん、うん、一言でもいいから聞きたいなと思います、ね、客観的にね、うん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 、こんだけ注目されてんだからさ、関東リーグね、うんうんうん、そうですよね、うんうん、そうね、あれ2試合目のはやぶささんとは今年やったことあったっけ、はやぶささんはないんじゃないかな、あれなかったでしたっけ、あれ前者のあれ、そう、予選、予選でやった、確かはやぶさじゃなかった、あれはやぶさだっけ、ちょっと今パッと思い出せない、あの、いや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 、あのはやぶささんはあれですよ、やってないんじゃない、だってあれどうか群馬会場の時にうちらが小江戸さんとやる前の試合で、うん、あ、そういうことか、そっか、そっか、そっか、だからそうそうそう、これ見るやつは小江戸さんか、小江戸か、うんうん、あ、小江戸は ある、うん、あ、そうだ、試合をしてるのを見たことがあるって感じかな、そう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 、そうだそうだ、私たちの前だった試合、そうそう、うん、じゃあはやぶささんの初めてお手合わせじゃないですか、お、楽しみだな、それ楽しみだ、来週だっけ、じゃあ、こ、あ、待って、今週末が、今週末がビルで、うんうん、来週がはやぶささんだ、はやぶさ、うん、で、うん、その次の週、最後の週が、うん、ベルか、あのベルだと思う、お、ボンズベル、うん、お、なるほどね、うん、ちょっと楽しみになってきたね、市原カップね、うんうん、うん、から石原カップ、このこれさえ、これこそ優勝だみたいなことをみんなで言ってるんで、うんうんうん、まあね、あのぶっちぎりで優勝したいですね、そうだね、うん、あとなんかあのさっきコメント入ってたけど、うん、あの今シーズンほらリーグでなかなか出番なかった選手たちいるじゃん、はいはいはい、そういう選手たちも見たいよね、うん、見たい、うん、ね、うん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 、もっと、あ、こいつもっとリーグ中出したがよかったなって選手いっぱいいるだろうからさ、そうですね、うんうんうん、なるほどね、うんうん、失礼失礼、あのちょっと今日あの、うん、スケジュール表持ってくるの忘れたけど、とにかく今週の日曜日の、うん、13時半ありがとうございます、1時半、お昼1時半だそうです、日立ビルシステム、俺たちの日立ビルと関係ねえか、俺たちじゃねえよって言われてたけど、うん、ね、あの、うん、やりますんでね、ぜひ、うん、あの配信やるのかな、配信やれるってあれ LINE 来てませんでした、そっかそっかそっか、うん、あ、あの、いいよって言ってたよね、そう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 、あ、じゃあパラゲンさんも準備中か、え、場所どこだっけ、うん、あっちの、グリーンパーク、あ、グリーンパークか、また
で、来週からは、うん、来週再来週は姉崎サッカー場になりますから、うん、あ、そうだ、11月3日は姉崎、姉崎って11月10日も姉崎、カメラどこに置くの、また建物の2階だっけ、あ、2階になるかな、あれ見づらいんだよな、建物の2階どこだ、それか、あれネット越しの、あれどうなんだろう、カメラだけでも中に入れてもらえると ね、うんうんうん、俺ら外で全然いいからカメラだけ中に入れてもらって、うん、でうちらはねネットの外でもいいんだけどね、ちょっと2階はねあんまりこうやる意味がないというか、正直言うとね、うん、サッカー伝わんないからね、うん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 、そっか、ウクスさんちょっとその辺ご交渉と言いますか、うんうん、実況隊の一員としてウェクサさん私実況隊の一員なんですね、そう、はい、交渉お願いしますよ特攻隊長、特攻隊長、交渉隊長マリさんも今度絶叫なんだっけ、絶叫隊だっけ、そう、うん、勝手に絶叫隊って新しいのができチームができたからさ、何ですかそれ誰かに言われたんですよね、絶叫隊って、そう、絶叫隊えマリさんが、マリさんたちが女子チームがねキャキャうるさいから勝手に絶叫隊ってね、ああそれはや宿での話、え宿っていうか、いや実はあの会場でも、あ会場で、うん、うんうん、そうね、はい、ということでじゃあ、ね、配信の方も多分できると思いますのでね、はい、もしよかったら会場でもいいですし配信でもいいですし、うん、またね今シーズンまだあと最長であと 1,2,3,4,5 あと6試合楽しめるね、6試合か、うんうんうん、そうだよ、楽しみたいですね、ね、最後まで、ですね、はい、あ、ウェクス市原カップってあれだ、賞金出るんだっけ、出ますよ、出る、よし、みんな取りに行こう商品を、うん、賞金を、うん、そうですね、ということでじゃあ皆さんぜひお期待してください、で、はい、選手たちね最後まで本当にやりきってほしいなと思うのでね、その環境を作ってあげたいなと思うんで ね、うんうんうん、聞いてたら皆さん本当最後までいいプレーね見せてください、はい、頑張って、はい、ありがとうございました、ということでね、うん、エンディング入ります、お送りしてきました毎週23もね、はい、終わりの時間です、今夜の出演者改めてご紹介しましょう、最初から言ってくれたのはまずエクサさんでした、ありがとうございました、はい、ちょっと拍手を開けて、拍手、はい、それからね寝落ちして途中からの参加になりましたすいません、本当よく起きたなと思いました、本当だよね、はい、はい、偉いぞ、ね、またうん、まだね残りちょっとあるんで気持ち切り替えてって言ったら変ですけど、うん、また新しいね、うん、23のサッカーを見せてもらえたらいいなと思って、そうですね、皆さん最後まで、はい、うん、ね、一緒に試合は戦いましょうということで、うん、あとはちょっと楽しみましょうっていう、そうですね、はいはい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、お願いします、はい、マイク振り回しね、ブラジルさんとかやらせていただきました、また来週ね、あ、今週末まずマジェ TV、はい、そして来週水曜日また、夜22時にね X スペースで皆さんお会いしましょう、はい、それでは一旦おやすみなさい、さようなら、はい、おやすみなさい、本気で寝ます、はい、寝てください。